皆さんこんにちは、私の YouTube チャンネルへようこそ、巨人3の 2DNA、7日、東京ドーム、今季最長タイの7連勝になるはずだった DNA がまさかの展開で同点に追いつかれ、延長戦に突入。延長12回にお声にさよなら弾を浴び、連勝は6で止まった。写真、補給し損なうオースティン駆け抜ける長野9回、西1塁。 森原が長野を三ゴロに打ち取ったかに思われた。だがこの回から3塁の守備に入っていた柴田が一塁へ痛恨の悪送球。ゲームセットが一転して西1・2塁となり、代打、中山に右前敵地打を浴びてしまった。失策直後、柴田は悔しげな表情を浮かべた。9回裏から守備固めとして起用されていただけに、痛恨のワンプレーだ。 チームは6連勝中で勢いに乗っていたが、最後の最後でミスが出てしまった。そして延長12回、西から佐々木がお声にサヨナラ弾を浴びてしまった。今季最長タイの7連勝が一転して6連勝でストップ。あまりにも痛い一敗となった。三浦監督は、全員で全力で戦った結果と語った。痛恨失策の柴田については、 みんなが全力のプレーをやってくれてますからと責めずまだまだまた明日、全員で集中してエンジン吹かしてやっていくと前を向いていたどう思いますか気に入っていただけると嬉しいですまた次回お会いしましょう